よう、ナルト、俺様も戦いに参戦。オーライ。サンキュー、ビーノちゃん。一緒に戦うってばよ。オッケすることなどできぬ。お前はわしの憎しみの小さな一部にすぎる。あなたはここにいていいのよ。ナルト。なんだ。どうしてこんなところに人が。それに、なんで俺の名前を知ってる。そっか。そうよね。じゃあ、私が誰か当ててみて、ナルト。まさか。もうわかった。お前、キュービの正体だな。なんという野蛮な笑い。女に化けて俺を騙すつもりだったな、キュービの。ちょっと待て。いってぇ。いきなりとついちゃった。ったく、何なんだってば。ってばね。生まれつきせっかちで早口だから、つい変な口癖がついちゃって。
出ないようにはしてたんだけど、興奮するとついね。あなたは大丈夫だった？私みたいに変な口癖が出てなきゃいいけど。ショウ、ミナと何も言わなかったのね。もう、まったく。そう、私はあなたの…校長、ん？何でもないってばよ。ナルト、お父さん、ミナトにはもう会った？父ちゃん？父ちゃんなら前に出てきてキューブの暴走を抑えてくれたってばよ。あの時もすげえびっくりしたっけ。そう。そういや、母ちゃんは何で？ミナトはあなたがキュウリの力をコントロールするときのために私のチャクラを封印の式へ組み込ませていたの。ナルトの力になれるようにって。そうだったのか。何さっきから私の顔に何かついてる？で、そういうんじゃなくて、母ちゃんが美人な人でよかったなって。あら、そりゃどうも。髪は父親にだけど、顔は私に似ちゃってごめんなさいね、ナルト。なんで？美人の母ちゃんになら俺ってば美男子ってことだろ。それに母ちゃんの髪だって綺麗な赤でストレートだし、そっちも見たかったってばよ。私の赤い髪を褒めてくれた男はこれで二人目ね。そうなの？じゃあ一人目は？もちろんあなたのお父さんよ。はあ、そういうこと。何が？あのさ、これ絶対に母ちゃんに会ったら聞こうと思ってたんだけどさ、父ちゃんとの馴れ初めっていうやつは何だったの？なんか恥ずかしいってばね。あ、てばねって言った。興奮してる。こういう時は動揺って言うんだってばね。また行った。私とミナトが初めて出会ったのはまだ二人が幼かった時。私は田里から引っ越してきたのでね、アカデミーに転入してきたのよ。その時に私とミナトは一緒のクラスになった。私から見た港の第一印象は女男みたいで頼りなさそうでね。里のみんなに認められるほかめになりたいって夢を語ってたけど、私には冗談に聞こえたっけ。なんで？父ちゃんとかすっげえ強そうなのに。そうね、けど私はまだ若くて何も分かってなくて港を見くびってた。ある事件が起こるまではね。ある事件？私は自分の赤い髪が大嫌いだったけど、その事件以来私はこの髪が好きになったの。何があったんだってば。私には少し特別なチャクラがあってね、それを狙って雲隠れの里が私をさらったことがあったの。母ちゃんがさらわれた？突然のことで大した抵抗もできず、私は彼らに捕まり雲隠れへと連行された。その時連れ去られていく中で
私は敵の足取りを残すため、とっさにこの赤い髪を切って道に落としていったの。敵に気づかれないようにね。木の葉はすぐに捜索隊を組んでくれたけど、それでもなかなか見つけられなかった。私は国境の間際まで連れて行かれて、もうダメだと思った。でもその時、そこだ。そう、港が唯一駆けつけて私を助けてくれたの。ただ一人私の赤い髪に気づいてくれた。綺麗な髪だからすぐに気づいたって言ってくれた。その時の港はとても立派な忍者に見えた。夢を叶える人だと思わせてくれた。私を変えてくれる人だと思った。この大嫌いだったただの赤い髪は、私の中で運命の人を連れてきてくれた。運命の赤い糸になってくれた。それ以来自分の髪を好きになった。そして何より港を大好きになった。私の髪を褒めてくれた男にだけ私から送る大切な言葉があるの。受け取ってくれる？え？ナルト、あなたを愛してる。なんだろう、すっげえ安心する。それにすっげえ嬉しい。まだこんだけの力が、やっぱすげえやお前。でも
前を悪いようにしねえから。少しの間待っててくれ。